皆さん、日本の貧しい家庭を助けるという YouTubeCM をよく見ませんかこの CM を出している Good Neighbors Japan は韓国系 NGO と言われています。2022年の支出の最大項目は宣伝広告費3.7億円です。外務省から直接間接に5億円以上が入り、ウクライナにも2億円弱送金しています。私は認定 NPO を管理している東京都にも問い合わせをしましたが、資金の流入については外務省に情報公開請求をし、受理されています。皆さんも 検索をして東京都のサイトで収支の情報を見てからこの団体に寄付をするかどうかを判断していただきたいと思います。